はい、竹内ですこんにちはこんばんはということでちょっとした動画になるんですけど「すぐ休みに入ったキャリアの浅い馬」というところで競走馬として輝かしくデビューする新馬戦まあ未勝利デビューもあるんですけど新馬戦ね終わってから「あれあの馬どこ行ったのかな」もしくは2戦目とか走っってあれ名前見なくなったなくたとかねそう思ってると「あ二20週ぶりの出走デビューしてすぐ長いお休みをしていたんだな」なんていうねそんなケースありますよね。 で、まあ、その理由って様々あるはずなんですよね。例えば、まあ、怪我した場合、当たり前ですけど、あと、まあ、虚勢手術とかだったら、長期の休みに入ることも当然ですけど、一回立て直そうかっていうね、そんなケースもあるはずです。はい。 で、キャリア1、2戦後に20週以上休んだ馬。なので、休み明けが、まあ、デビュー,、えー2戦目、オは3戦目っていうね、そういうとこを狙う話なんですけど、これに該当する馬の約65%が前走1秒以上の負けなので、まあ、無理に使わずにね、一回まあ、実戦に出ました、もう一回出ました、ああ、ダメだな、しっかり作り直そうみたいな、で、時間を使うっていうね、まあ、競争馬として結果を残してほしいと思う思いを、えー、実行して立て直してくるケースって っていうのは、まあ珍しいことではないと思いますし、むしろね、頻繁にあることだと考えられます。でそんなね、立て直し成功場を簡単にピックアップということで、この条件に該当するね、まあ立刀場に関しては、割と簡単にピックアップすることができるということに気がつきました。立刀の馬っていうのは、反路の追い切りが多いんですけど、その追い切りでね、加速ラップをしっかり刻んでいる馬が狙い目で、今現在、 はい。単回収ですね。今、今年現在ですね。単回収400%を超えてます。はい。まあ、この現在っていうのは、今、これを収録するというよりは、あのー、動画のね、原稿を作った段階なので、今、ちょっと下がったかもしれません。上がったかもしれませんが。 昨年も、おととしもね、これプラスになってるんですよね。で、2021年は単勝マイナスなんですけど、副勝160%を超えています。2020年は単幅で90%を超えてて、2019年は単幅で大幅プラス収支となっています。で、この加速ラップっていうのはね、うちのチャンネルでの、うん、加速ラップの定義を使うんですけど、例えば姉妹のみ12秒台の加速ラップ。 例としては15.0、14.0、13.1、12.5ですね。で、しまいにハロン12秒台の加速ラップ 15.、15.0 14.、14.0 12.、12.5、12.1とか。あと、しまい11秒台の加速ラップ、まあ 15.、15.0 14.、14.0 12.、12.5、11.9とかね。こういうのはうちのチャンネルでは定義として使っているんですけど、 先ほど言ったようにですね、休み明けにあとデビューしてからすぐ休んで、長期の休みがあって、で、出てくる時にこういう調教している立党場の回収率はとても高い。そういう結果が出ています。まあ、これはね、勝率よりも回収率を意識というところになるんですけど、まあ、条件をもう一回まとめると、デビュー1戦目、2戦目を終えて20周以上の休みに入ってしまった馬。休み明け初戦で立党半路の加速ラップで仕上げている馬。 で、前奏勝ち馬に1秒以上の負けというところで、ただですね、当然大半の馬が未勝利戦で勝ち馬に1秒以上離されているとか、まあ、新馬戦で1秒以上離されている馬なので、勝率自体はね、8%程度しかないんですよね。なんでまあ、5番人気とか4番人気とか、その辺の勝率と同じぐらいになるんですけど、回収率が高い理由っていうのはですね、まあ、当然人気薄であることが多いからになります。うん。 でその人気薄が通常の人気別成績よりも、まあ、はるかに高走率が高いということになります。で勝率8%しかないんですけど、えー、人気が低い方でも結構ね高確率その,その人気をベースに考えたら、えー、平均よりもよっぽど勝っているのでこういう成績になってくるっていうことになりますね。はい、でもちろんですね、えー、人気サイドの馬に妙みってないので、まあ、最低でも単勝10倍以上の馬を狙うようにしてみてください。 はい、意外とですね、本当、デビューしてからすぐお休みに入って、久しぶりに出てきて、わなんか不安だなと、うん、それはそうですよね、デビュー1戦目、未勝利デビューして、1秒負けて、20周休んでいた馬って、なんかやっぱり、その快要素がないっていうか、その1戦だけ、2戦だけが、えー、基準になりますから、いいところなんてあんまりないわけですよね。 はい。そういう、ま、の、あの、構想っていうのは、当然、あの、うまくね、キャッチしていけたら、高い回収率につながっていきますし、それを簡単に距離でね、ピックアップできるっていうところは、あの、結構重要なんで、で、たくさんね、あの、毎週なんか、あの、割と1頭2頭いたりもしますし、はい。毎週はいないかな。もう全然いない週もありますけど、んで、まあ、これからね、あの、新馬戦始まっていきますので、はい。 新馬戦で負けた馬、1秒以上負けた馬とかがね、あのー、なんか出てこないな、お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 、出てこないぞ、出てこないぞ,い,いぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ、お、お、お、ってなって、お、久々に出てきたじゃんで、調教は加速ラップ、これ買いだねっていう、ね、そんなような、あの、先々まで楽しめるっていうところもありますのでね、なんで、ま、このタイミングでこの動画をアップさせていただいたという感じです。 で、ここで一つお知らせです。えー、競馬堂データさんが特別会員の期間限定募集しております。お得に使えます。特典がついてきます。特典は今画面右に出ているですね。えー、ものなんですが、これはあの僕の方で制作させていただきました。たまにあの競馬堂データさん、こうやってデータ特別会員の募集ってやるときはいつもお声掛けしてくれるので、まあ僕から特典をつけるみたいなね、感じでやらせていただいてます。僕もあの競馬堂データはもう何十年来の、えー、会員しています。はい。調教のデータとかいろんなデータをね、ここ,こ,こで取って、 競馬の分析ととかにに役立てているといるう感じになりま,すまあライト層のねあの別にメインレースだけ馬券買うとかっていう方はあのまあ競馬新聞見ても時間足りると思うんですけど朝から晩までねあのがっつりやるコアファンの方はやはりあのデータで処理されたものが手元にある方が絶対いいので、ね、競馬新聞全レース見て全ての,あの数字をですねあのチェックしていって例えばエクセルにまとめてとかっていうのは到底不可能な話ですから、はい、コアファンの方には非常におすすめなサービスになっております。 はい、そんな感じでお届けいたしました。ぜひね、チャンネル登録や高評価していただけたら嬉しいです。競馬部門著者の竹内がお届けしている竹津部というチャンネルになっております。まあ、重症対策関連とかね、追い切りとかの動画もありますが、こういう馬券ネタ、小ネタなどもたくさんありますし、えー、まあ、長距離関連ネタ、クッション値、ターゲットの使い方などね、いろんな動画をアップしてきております。自分自身でね、あの、ターゲットの使い方でこれどうやってやるんだっけなとか、 こういう考え方だったら馬券の成績上がるんじゃないかな、みたいなのを検索するとですね、すでに自分がアップしていて、あの、僕の動画がね、あの、普通に Google で検索にかかって、<laughs> あ、そうか、俺、前アップしたわ、これ、っていうことで、自分の動画を見て自分でね、あの、自分の悩みを解決するなんていうこともね、増えてきました。それぐらいやはりたくさんの動画と、 なんでしょうね。いろんなあの角度からの動画をアップしてきたんだなとたまにしみじみすることがあるんですが、えー、最近ね、チャンネル知ってくださった方はぜひ過去分の馬券ネタとかも見ていただければ楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい。あくまで、えー、僕の場合はあの調べていいものが出てきたから紹介するというよりは自分の頭で仮説を立てて、これでこれでこうなら成績いいはずだよねっていうのを、えー、最初に決めておいてからそれを調べて成績が良かったら、あこれは先々も使えるものだなというところで、あの まとととめて紹介することが多いので割とね昔アップしてそのままずっと成績が良い内容のね動画とかもたくさんありますので、はい、成績がいいものを無理くり探して理由付けするよりも理由つけておいて理由を調べてあ理由をつけておいてそれをねあの調べて実際に良かったっていうものの方が絶対にあの再現性が高いですからね。 はい。なので、そういう動画をたくさんアップしてきていますので、ぜひね、あの、お時間がある時とか、特に競馬初心者の方とかは、えー、自分の予想の回収率の底上げですよね。1%でも2%でも5%でも、基本が上がればね、あとはあの、上頑張っていくだけですから。はい。そういう動画たくさんありますので、ぜひね、あの、他の動画も見ていただければ嬉しいなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。